はいどうも皆さんこんにちは、沖縄の大学生星音です。本日はですね、昨日公開いたしました大室町駅周辺の発信都心散歩前編の続き後編でございます。沖縄県のね、あの自動車のドライバーは歩行者に優しくないので、街を歩くときには割と注意が必要です。関東だとね、あの自動車が歩行者のために止まってくれるようになりましたけど、あんまりね沖縄はねそんな感じじゃないんですよね。大きなショッピングモールの搬入口ってこんなになってるんですよね。ここは三栄というスーパーがやっている施設で、あ、ネットスーパーの配達みたいな車がありますから、あれですね、あの家でね、野菜とかを注文するとあれで運んでくれたりするんでしょうね。この三栄というのは、東証一部にも上場している沖縄発祥の、なんか宮古島発祥らしいんですけど、沖縄県のねどこの町に行ってもある大きなスーパーです。ここのね、あの那覇新都心のこの場所は、もともとなんかダイエーが出店計画を出していたらしいんですけれども、1990年ぐらいの話なのかな、まあ、あのダイエーがね経営悪化していた頃で、沖縄のいいところに出店なんかしてらんないということで、取りやめになり、結局三栄が入ったと、そういうことになるんだそうですよ。こうやってね、なんか埼玉新都心の鉾杉橋を思い出させるような、なかなか綺麗な橋がかかっていまして、こっち側が沖縄県立美術館、それから沖縄県立博物館が併設されているオキミューというところですけれども、ここは何度か来たことがありますので、一度か二度動画で紹介したかと思います。緊急事態宣言だから今やってないのかな、前来ようかなと思って調べたらやってなかったので、今も臨時休館中かもしれません。マジで暑いな。なんかタクシーの運転手さんと目が合っちゃった。沖縄ってねタクシー安いんですよね。都内なんかでさ、タクシーに乗ったらちょっと走っただけですぐ1万円とか取られちゃうわけでしょ。庶民だから東京でタクシー乗ったことないですけど、まあそうなんですよね。けれどもね、沖縄ってねタクシーすごい安いんですよね。なんか那覇からね、琉球大学まで乗っても多分ね 2,3,000円で行けるはずですよ。なんかで調べた、いや乗ってないので分かんないですけど、一回あれかな、なんか空港までタクシーで行ったらいくらするんだろうと思って調べたのかな、ね、今ネットでなんかタクシーの値段もね大体試算できますからね、便利な世の中です。この沖縄県立博物館もこれ何を模して作ってるんですかね。なんか沖縄の昔のお城とかがデザインのモチーフなのかな、そんなことないのかな。向こうにはヤマダ電機とかがあるのもお分かりいただけるかと思います。ヤマダ電機っていうのは群馬県発祥ですよね。あの高崎駅前の大きいやつが本社なんだと思いますけども、ちょっと近くすぎてよく映りませんけれども、これが、那覇メインプレイスというですね、まあ、那覇新都心の、まあ、まさにメインプレイスとなるようなショッピングモールですね。この中に映画館があったりだとか、あと何がありますか、東急ハンズ、それから大きな三栄が入ってて、三栄と一緒にラオックスじゃなくてエリオンかな、エリオンですね。バスが走ってますね。あのバスなんだろうな。で、三栄と一緒にエリオンが入っています。沖縄県のね三栄ってどこに行ってもね、あのエリオンと、あとはなんだ、無印良品と、あとはレストランのジョイフルとかね、だいたい決まったお店が入ってるんですけど、それは全部ね、あの沖縄県内でのね、その展開するフランチャイズ券を三栄が握っているからなんですよね。なのでどの町に行ってもだいたい中身の同じショッピングセンターが沖縄には存在しています。まあ、全てオーナーが三栄っていう、まあ、それぐらい沖縄ではあの三栄っていう会社が強い権力を持っているわけですね。あ、やってんのかな、博物館やってそうですね。まあ、ちょっと後でまた来てみたいな、夏休み。でこんな感じで、パチンコスロットあっちにもあったんだけど、こっちにもあるんですね。パチンコって面白いんですか。なんかでもうまくすればお金が増えるんですか。いやちょっとそういうことを考えるのは良くないと思いますね。いやそんなことをやるのはやめておきましょうね、あれ何ここの山田電機、ウェブコムって書いてありますね。ウェブコムって何ですか。なんか普通の山田電機と違うのかな。あ、那覇本店って書いてありますけど、今なんかねビッグカメラもなんか、あれビッグロって何ですか。なんか小島電機とビッグカメラが一緒になったりとか、なんかいやあれとこれが一緒になったりとか、なんかいろんな店舗形態がありますからね、うん、あ、ここ博物館前、今ちょバス来ないよね。ちょっとだけバス停の時刻表をチラ見しておきますか。こんな感じでね、割と結構いろんなところにバスが張り巡らされてるので、まあ那覇の街中に住んでれば別に自動車も持ってなくても全然余裕で生活できると思います。こんな感じでね、なんかちょっとほら65歳以上の方に限り1ヶ月乗り放題6600円とかね、あ、これ便利じゃないですか。それはすごいわ。あ、そんなのあるんだ。ここの橋もね、なんかおしゃれですね。ちゃんとさ、中央分離帯にもなんかお花が植えられていて、まあ、これ自然に生えてるわけじゃないよね、さすがに植えられてる花ですよね。なんか綺麗ですよね。
この道端の花がさ、だいたい関東だとツツジだったりだとか、あとは何がありますか？普通の植物ですけど、もうこうね、南国の植物みたいなものがあんまり埼玉では見ない花が、 あんまり見ないというか、埼玉ではおそらく育たない植物が、生えているものと思われます。でこれが内閣府の沖縄なんだっけ、沖縄総合庁舎かな、那覇第二地方合同庁舎。私は運行管理者の資格者証をもらいに来るときここに来たんですけど、要は何かっていうと、国の機関がまあ、ここに支部を置いてるっていう、そんな感じですよね。なんかのね、手続きのために沖縄の人は福岡まで来てくださいとか、そんなことはできないので、まあ、基本的に、なんていうんですか、いろんな手続きがここでできるように、まあ、国の施設がね、沖縄支部みたいな感じでいろいろまとまってるわけですよね。あ、合同庁舎前っていう、合同庁舎、うん、だからまあいろんな施設、いろんな省庁の施設が合同でここの庁舎に入ってるっていうことですよね。うん、でこっちはトイザラス、あ、トイザラス、あ、ここトイザラスだったっけ、あ、そうかそうか、トイザラスですね。あ、シャブヨとかね、大戸屋、半分ぐらいは埼玉にもあるお店ですけれども、まあ、ご当地のお店も多いですね、ブルーシールアイスとかね、沖縄の名物アイスですよね。でもうしばらく先までこの那覇新都心って言われるエリアは続くのかな。この先にもね、しばらくなんかこう新しくできたような建物がちょいちょいあるのがなんとなくわかるかと思います。さっき下から見ていた橋の上に登ってきましたけれども、あ、ここから那覇のいい感じに街が一望できますかね。あちら側見ていただくと分かるかと思うんですけれども、ちょっとあの辺がちょっと一段低くなってて、その先山になってるのはお分かりいただけるかと思いますね。琉球大学、角度的にちょっと見えないけども、琉球大学も標高 100m ぐらいのところにありますのでね、結構沖縄県ってこの辺り標高差があるのはお分かりいただけるかと思います。この山の上が普天間基地になるのかな、多分あの辺が普天間基地だと思うので、ここのね、あのエリアがもともとね、米軍から返還された土地であるということは先ほど、紹介したかと思いますけれども、普天間基地みたいにね、那覇の都心から10キロぐらいのところにまだ米軍のね、広大な施設が残っているわけですから、辺野古を埋めろとかそういうことを言ってるわけではないですけども、普天間基地が帰ってきたら、あそこもね、まあ、こういう感じで、おそらく新都心になってですね、まあ、すごい再開発が進むのではないかなというふうに思いますよね。うん、だから普天間基地もなかなかいいところなのでね、うん、ぜひ返してもらったらいいと思うんですけどね、うん、こんな感じでね、なんかなかなかこうしてみると、うん、いいですね。なんかこう日本の都市の街の作りっていう感じがしますよね、うん、普通にね、うん、沖縄県で一番高い建物あれかな、あれじゃないかな、あれどれだ、沖縄県で一番高い建物の高さは104メートルで、 あれだと思うな、104メートルだから群馬県庁と同じぐらいかな、うん、そんな感じですね。あれ100メートルもあるか、まあだいぶいろんな建物がありつつ、割とこう緑もねいい感じに組み込んだ綺麗な街づくりが行われています。まあ、計画的にね整備された街っていう感じで、すごくね、まあ、こう居心地のいい場所になってますよね。まあなんかこういろんなね建物が乱立するカオスな街っていうのもなかなか面白いわけですけれども、こういうのもなかなか素敵だなと思います。これはなんて花ですか、こういうのもね、なんかこう不思議な花がいっぱいですね、まあ、綺麗ですけど、すいませんね、私花の名前ね全然わからないんですよね。パンジーとビオラもね見てわかりませんからね、違いがね。やっぱ花の名前がわかる人ってかっこいいですよね、うんうん、じゃあさっき来た道を戻って駅の方へ戻っていきましょう。なんか郵便局に行く用事あった気がするんだけど、なんだったっけな、あ、ゆうちょ銀行で現金下ろそうと思ったんだっけな。今時キャッシュレスの時代ですけど、なんだかんだでなんかたまに現金が必要な時ありますからね、そういう時困るんですよね。使えます楽天ペイとか書いてあるけどね、今時楽天ペイ使えない店の方が少ないんじゃないですか、ね、大体どこの店行っても使えるようになりましたよね。まあ、楽天ペイ私使ってないですけど、そこにドコモショップがありますけど、沖縄県はね日本で唯一携帯ユーザーね、ドコモユーザーより au ユーザーの方が多い県なんですよね、うん、au が沖縄だけね分社化していて、沖縄県民向けに安いプランをやっているので、沖縄県ではねドコモより au の方がまあ割安ということになっているので、みんな au を使うんだということになっているんだそうです。まあ、特に理由はないけどドコモはいいと思いますよ。すごいなんか工事中の建物とかもありますね。怖っ、あ、東横インかこれ、
間近で見ると看板が見えなくて分からなかったですけど、東横インですね。東横インはまあ安く泊まれることで定評がありますけれども、那覇だとね、東横インなんかより安く泊まれるホテルいっぱいありますからね。東横インはどっちかっていうと高い方じゃないですか。なんなら沖縄振興開発金融金庫、あんま詳しく知らないですけど、まあ、沖縄県のね開発のためには、まあ、特別にね国の予算が当てられていたりとか、これどういうあれなんだか知りませんけども、まあ、沖縄ならではのね特殊事情があるんでしょうね。で、ここに交番があって、交番とくっついているのが、これは日本銀行じゃなかったかな、なんか日本銀行の沖縄支局みたいのがあるんですよね、確かね。あれ違ったかな。ああそうそう、ここが日本銀行那覇支店です。お金の作文コンクール、これ大学生でも応募できるのかな。ちょっと応募してみようかな。でも作文なんか書きたくないな。こんな感じでね、シーサーがいて、日本銀行那覇支店でございます。これ高級なシーサーってね、これめっちゃお金が高いんですよ。公共の施設とかにもシーサーいるんだけどさ、これ多分ねセットでね100万ぐらいすると思うんですよね。市役所とかにもシーサーいたりしますからね。そういうのなんか税金でシーサー買うのって誰も文句言わないんですかね。ガストにツタヤに洋服の青山に、あそこにも東横インがあるんですよね。小諸町2つ東横インがあるんですね。なんかまあ見慣れた建物が並んでいて、普通の地方都市だなっていう感じではありますね。ということでね、那覇新都心というところを紹介してまいりましたけれども、まあ、こんな感じでね、いろいろ面白いっていうか、まあ普通の日本の街って感じですけど、逆に沖縄県内だとそれが新鮮だったりもしますよね。まあ、ということで那覇新都心をね紹介しました。またなんかね、沖縄県内いろんなところを紹介できたらなと思いますので、ぜひねチャンネル登録お願いします。ということでね、今日もご覧いただきましてありがとうございました。またね次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。星ね星ね星ねチャンネル見てくれてありがとう。